国鉄滝4200経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は火星相談駅専用の35トン石タンク車として1956年2月9日から1973年12月26日にかけて251両が臓器車用。 日本車両製造、富士重工業、汽車製造、新潟鉄工所、富士車両、日立製作所、近畿車両、三菱重工業、東急車両製造、共産工業の11社にて製作された。このうち小滝4203は滝4100、軽初代からの小滝14298、小滝14299、 小滝24234、小滝24235、小滝24245、小滝24248は、滝6900型からの改造編入者である。記号番号表記は、特殊表記符号、公前置し、小滝と表記する。本形式の他に、火星相打液を専用種別とする貨車は、滝2600系。 多岐2800系統日に29形式が存在した。1979年10月より化成品分類番号、新81が表記された。落成時の所有者は、日東宝石、日本ソーダ日清工業、ソーダ商事、北海道ソーダクレハ化学工業、西木商事、東亜厚生化学工業、日清殿下、ツチヤ化学工業、 関東電化工業、三井物産、昭和電工、日本カーバイド工業、山陽パルプ、日産化学工業、三菱江戸川化学、旭電化工業、鶴見ソーダ、鉄橋社の二十社であった。ドーム付きな大野物つつ型のタンク体は、普通構成で断熱材を巻き、規制を装備している。二役方式は、タンク上部のマンホールまたは、液出入管からの上入れ、液出管と、 空気管使用による上出し方式であり、両管は S 時間を装備している。その後本形式より6両の車が、種車となり滝4950系、滝5100系、多滝5150型へ改造をされた。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 1800mm、全幅は 2400mm。 全高は 3852mm、台車中心間距離は 6700mm、重業席は23.4立方メートル -24.3 立方メートル、時長は17.3トンから19.4トン、換算量数は、席車5.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR41D、 TR41E-13 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には212両の車席が JR 貨物に継承され、最後まで在籍した6両が2009年度に廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。